Nice. Fuck. Miles, you just naded your teammate. Go behind us, behind, behind. Yeah, got him. Tunnel, tunnel, tunnel. はい、こんにちは、グリードです。今日はですね、海外の7歳の COD プレイヤーをご紹介したいと思います。COD の競技シーンっていうのは、まあ、アメリカとヨーロッパが人口が多くて、まあ、レベルがとにかく高いんですよ。日本よりも全然高い。地球人とセルぐらいあるんですよ、差が。なんでそんなにレベルが向こうはね、高いかっていうと、まあ、シンプルにもう20年前から競技シーンがあるとか、まあ、人口が多いとか、まあ、いろいろ理由はあるんですけど、とにかくね、若い COD プレイヤーが多くて、その若い子たちもね、本当にちっちゃい頃から賞金付き大会に出てるんですよ、毎日のように。そして18歳になったら、公式戦にプロデビューしていくっていう流れなんですよね。なので、今回紹介するこの7歳のプレイヤーももしかしたらね、未来、コールオブデューティのプロリーグの方で見れるかもしれませんね。というわけで、早速ちょっと見ていきましょうか。今回ね、僕もね、たまたま X のおすすめに流れてきて発見することができたんですけどね。まあでも、アメリカでも確かね、なんか6歳とか7歳のね、YouTube やってて、もう登録者が200万人近くいる COD プレイヤーが確かいた気がするんですけど、今回イギリスから参戦。いやね、多分ね、隣お父さんなんじゃないかなと思うんですけど、もうすでにこうさ、配信環境も整えてもらってて、もうツイッチとかもこの子配信してるんだけどね。いやーもうね、基本的に、だいぶうまいっすね。もう、もう、一般的にこう、いわゆる中級者ぐらいまでのもう実力があると思います。いや、日本だったら下手したら競技シーンやってるレベルの子かもしれないですね。基本的なスライディング打ちだったりとか、ね。もちろん、エイムもね、いいし。で、今これ、ランクモードやってるんですよ。競技ルールね。で、プレイしてる、見てる感じでもう、まあ、基本的な競技の立ち回りもできてるし、7歳でこの時点だったら、今後どうなっちゃうんだって感じですけどね。マスター迷彩も解除してる。まあ、この子は解除したのか、お父さんが解除したのか。ね、今のダブルキルも、ね、ワンチャントリプルキルありましたね。非常に反応がいい。で、感度はね、多分、7かな ?6 か7。7かなちょっと高いぐらいだと思います。超高感度ってわけじゃないと思うね。まあ、だいたい競技ルールも感度6がほぼほぼ9割ぐらいなんですけど、まあ、たまに感度7がいるぐらいだから、なんかそんな感じがする。7ぐらいだと思うね、これは。ローテーション。しないといけないけど。で、ね、これ、ね、多分ね、多分お父さんかな?お父さんらしき人と、あともう一人ね、またすごいちっちゃい子供の声が聞こえるんですよ。同じパーティーに。多分同じぐらいの年齢のこと?同級生かわからないけど、パーティー組んでやってるんじゃないかな。さあ、スライディング。ああ、まあこれはちょっとぶつかっちゃったね。まあ、よくある、ね、COD もあるあるの現象だけど。さあ、フラグ入れて。いいよ、このフラグの判断。さあ、ジャンプで入って。スライディングで。いいね。味方のカバーして。今のムーブメントやばいね。プロでもなかなか、ね、ショッツィみたいな動きしてたね。オプティクスの選手の。さあ、一回引いて。ちゃんとこう、無理な打ち合いしない判断が素晴らしいですね。で、これ、ハンドガンでやっちゃう、この距離。リロードして。フラグを避けながら思い切って前に飛び出る。いやー、これも素晴らしいですね。うめえ。うまい、マジで。ねえ、あれ、結構、引いたりしちゃう人も多いかと思うんだけど、思い切ってね、勝負に出るところすごいいいですね。さあ、ちょっとローテが遅れちゃったね。さあ、左からダブルチームで、いいね。あー、これはちょっと打ち合っちゃダメだったね。ヘリー、ヘリー。頭出しね。あそこは、SMG じゃ絶対勝てないね。いやー、でもね、6歳、7歳か。僕、6歳の頃にやっと PS2 買ってもらえたってぐらいですよ。で、僕の場合、18歳になって、まあ、
こうオンラインの FPS しっかりできる環境が整ったんだけど、まだその時って日本ってまだ競技ルール、世界大会ルールで全く大会もないしチームもなかったから羨ましいですね、やっぱりね。こんなちっちゃい頃からこの環境があるんだったらもう最高っすね、ほんと。で、まあ有名なところだとさ、今フェーズかな、あの新婦、海外のプロ選手もさ、なんか3歳頃の頃から CO でやってたりとか、やっぱりね、やっぱ海外のそのアメリカ、ヨーロッパの選手たちはほんとちっちゃい頃から COD をやってて、しかも大会にも出たりとか。で、向こうって賞金付き大会が基本的に毎日あるんですよ。あの、公式じゃない方ね。あ、このスライディングしゃがみ打ちやばいね。今のは。これもしゃがみの判断素晴らしいですね。で、向こうはその賞金付き大会、なんで賞金があるかっていうと、まあ大きいスポンサーが、金持ちのスポンサーがいたりするんだけど、まあ基本的には参加費を賞金にするっていう、日本だとね、あの賭博法に引っかかっちゃう方法で大会が毎日行われてて、で、まあみんなその賞金があるから、すごい積極的に本気になって毎日その大会出て、で活躍すると、まあプロ選手、プロチームにスカウトされて18歳になった途端デビューしていくっていう流れなんだよね。ね、この子も、このままだと、まあ、ね、このまま上手くなっていけば、もしかしたらもう18になった途端にプロデビューする可能性あるんですよね。いや、ほんとスライディング中のエブもマジでめちゃくちゃいいな。こんなに綺麗に初段当ててるんだもんね、もう。そしてよく喋る。よく喋りますね。いや、でもね、あの、競技ルールの選手としてやる上では、やっぱね、いっぱい喋るのほんと大事なんですよね。喋らない。プレイヤーはね、本当にキルしないプレイヤーと同じぐらいダメですね。報告をしっかりしない、プレイに集中しちゃうみたいなタイプは。ね、やっぱりね、この子以外にね、子供の声が聞こえるからね、多分同じぐらいの人とやってるんだよな。さあ、おー、この、おー、おー、これはダメですね。これはダメですね。今の待ち方は弱いですね。7歳やからな。あ、うまい。あ、うまい。いやー、もうこれ、この腕前、僕の、ね、18の時の僕とこの子戦ったらどっち勝つんやろ。ワンチャン負けるかもしれん。全然負ける可能性あるな。おっと、これは、うわー、反応する。でね、なんかさ、まあ、よく FPS と反射神経っていう話で、まあ、この前チームメイトの五郎くんとね、格ゲーに行った五郎くんと対談動画撮ったんですけど、そこでも話したんだけどね。FPS ってね、僕はね、反射神経ほぼいらないと思います。まあ、どのゲームもぶっちゃけそうだと思う。なんか、ハイレベルになっていくほど、FPS ってね、反射神経に頼ってるようじゃ勝てないんですよ。あの、基本的にやっぱり読みとか連携とかになってくるから、ね、反射神経に毎回毎回頼ってるようなプレイって、つまりそれって敵を予測全くできてないってことじゃないですか。ね、基本的に完璧な試合、ね、ミスがないような試合ってもう敵の位置が把握できてて、味方とも報告ができてて、もうね、敵を待ってるだけというか、そんなにもうとっさの判断が必要がない状況なので、レベルが高くなってくるともう反射神経って基本的に頼らないんですよね。だから FPS はこう、なんだろうな、年齢が高くなるともうダメみたいな、引退、すぐ引退するんだっていう考えがね、あるじゃないですか。だけど、それはね、日本の場合は、大体こう、大学生卒業して24歳ぐらいでみんな就職しないとね、食べていけないからって言って辞めていく人が多いからね、FPS のプロって。だけど、世界で活躍できてる人は、全然30歳でも40歳でもいるんですよ。ね、COD でももう、ね、結構、クレイスターとかも30いくつかな？カウンターストライクとかもっと上の年代で活躍してる人もいるから。基本的に、まあ、そこですかね。まあ、反射神経は基本的にそんなに使わないのと、まあ、日本の場合は、こう、就職しないとね、いけないっていう人が多くて、まあ、辞めてってしまう。引退していく人が多いから、FPS は。まあ、そういう理由があって、まあ反射神経ね、若い子の方が有利なんだ FPS はっていう風な考えが定着してるのかもしれないですね。まあでもその極端に反射神経が遅すぎるとダメかもしれないけど、もちろん。なかなかそんな人いないと思うけどね。さあ、ローテも完璧。いや、もうまだ声が赤ちゃんよ、こんな。お、その距離は、あー、これはちょっとね、体出しすぎですね。7歳に何言ってんだって感じだけどね。
7歳とかまだもう自分の息子だったら、わーすごいすごいよ、楽しいね楽しいねって感じですよ。あーどうだこの試合、やばいな、めっちゃ GG だな。いいよ、おっと、トリプルいきそうだったな。 Go next quick! Go next quick! でも取れてる取れてる、後ろ怖いね、そうそこ怖いね、ここホールドしてたら勝てるかも。センターかな、センターかなって、ほとんどセンターだね。勝てそうだね、勝てそうだね。あとは味方が顔出しすぎなければ。いやー偉い、ここ戻るの偉い、ここホールドするの偉い、めちゃくちゃで、味方が死んだら、そうそっち行く、そっち行く、分かってる分かってる、うわー完璧ですね今のね。多分この子があそこ離れちゃうと、湧いてしまう可能性があって、二方向からやられちゃう可能性あったから、一回ちょっと戻ったの、停滞したの、偉いですね。これイギリスでしょ？なんかね、アメリカでもまあ、いっぱいいると思いますね。もうこの、ね、年齢で COD 競技やってる人たち。日本だともう COD ってね、基本的に30代がほとんどなんだけど、まあ、まだまだ海外だとね、もうアメリカ、ヨーロッパだと、本当にキッズ、若い子たちがいっぱいいるっすね、ゲームなので、これからまたすごい選手がまた生まれてくるでしょう。ちょっとまた気になるような選手いたらね、こんな感じで紹介したいなと思います。というわけで今日は海外の7歳の COD プレイヤーをご紹介しました。彼の、ね、チャンネル等は概要欄にあるので、ぜひ見てみてください。それでは、お疲れ様でした。